はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回2024年10月の新製品入手しまして、こちらが海外のアウェイクンスタジオさんが展開しているポーズプラスメタルシリーズの新製品、トライチャージャー &JJ のセットです。これね、ご存知1987年放送の赤い鋼弾ジュリオンの主人公と、その主人公が乗っていたメカなんですが、この21世紀に変形トイとして合金使用したアイテムが発売されました。早速中身を、これなんかおしゃれなアクリルスタンドみたいなのが入っておりますね。これが2枚入っております。これディスプレイスタンドに立てて使うみたいです。お、この新品のフィルムはまだ今日は剥がさないよ。かっこいいデザインだね。後でちょっとだけ使ってみようかな。で、今回このシリーズのアイテムの中では比較的小さめなんですけれども、ただもちろん合金も使用されていて、で塗装も施されております。ロボット状態でだいたい15、6センチサイズですね。で、最後のブリスターが台座とかディスプレイスタンド類、いかついアームが入っておりますね。それと細かい小物の付属品類、ちゃんと袋に入れてくれてありました。僕はこのトライチャージャーは、かつて放送時にセガさんが発売されていた可変トイを持っているんですが、そこからね、21世紀になってどのぐらい進化したか、その辺を楽しみにしております。さあ、じゃあね、この後はいよいよこいつで遊んでいくよ。ぜひ今日も最後までお付き合いください。そしてまた見終わったらチャンネル登録やグッドボタン、あと旧ツイッター X のフォローなんかもよろしくお願いします。じゃあまずはビークルモード状態にしてから遊び始めようかと思います。そう、こんな感じで三輪なんですけれども、トライク形態というか、バギー形態っていうふうに表記されていることもあります。で、乗っているのが我らがホワイトナッツの JJ。主人公 JJ もこんな感じで21世紀の最新フィギュアとなって帰ってきました。劇中だとこのビークルがもっと小さく描かれている時もあるんですが、でもよくまとまってるんじゃないかな。で、このコンソール、モニター部分、ここにはさっきお見せしたこの付属の小さなパネルから選んで、差し替えて楽しむことができるようになってます。この5種類から選びます。とりあえず1枚入れてみようと思ったんですが、これね、ちょっと大きさがいまいち合ってないのか、キツキツで、スムーズに抜き差ししようと思ったら、これ5枚とも横を少し切ったりしないと無理かな。ひとまず今日のところはね、これにしときます。この操縦レバー部分はボールジョイントで稼働するようになってます。車輪ももちろん回転するようになっております。タイヤの材質は PVC 製だそうです。で、部分的にこう小さいマーキングが施されてますが、そうだね、カラーリング的には地味だから、いい感じのアクセントになってるんじゃないかなと思います。変形させて遊ぶ前に、付属の JJ のフィギュア、これも少し細かく見てみよう。大きさ10センチぐらいの本当に小さなフィギュアなんで、その割には関節可動とか結構仕込まれてて、顔はめちゃめちゃ似てるってわけじゃないけれども、でもこのぐらいのクオリティでもしアップル発売されたらもう絶対買う。首はボールジョイントで、表情交換する時も首から外す感じです。表情パーツがあと4種類。なんか口を開いて叫んでるような顔欲しかったかな。オープニングのタイトルバックの時の表情みたいなやつ。で、この髪の毛のパーツは別パーツがついていて、で、そっちはこのヘッドギアをセットした状態。交換用の手首類はこんな感じで開き手と武器持ち手がついてます。早速ジリオンを持たせてみようか。このエネルギーケーブルの部分は腰に穴がありますから、そちらに取り付けます。ケーブルは少し固めかな、動かしにくい時もあります。
関節可動はこのサイズの割には、まあ、動く場所は結構あちこちありまして、まあ、ポージングは割と楽しんでます。でジリオンはもう一つニュージリオンも付属しております。ニュージリオン用のエネルギーパック、これはワイヤレスになってるんですよね。で説明書だとこうやってランナーからカットするように書いてあったんだけど、まあ、僕のはあらかじめカットされておりました。肩関節前にスイングできるようになってるので、まあ、両手持ちも割とできます。あのジリオンの特徴的な発射音が再現できないのが残念だ。腰のホルスターにしまうこともできます。あと腕関節、上腕のロールとか肘の可動ももちろん可能。胸の部分で可動して、でさらに腰の部分にも可動部を備えております。開脚は、まあ、結構開きますね。まあ、この辺は、まあ、乗り物に乗るという関係上、まあ、可動箇所も単体のアクションフィギュア並みなんじゃないでしょうか。あとブーツの部分でボールジョイント可動して、でさらに足首の可動、まあ、つま先部分だけですが、まあ、ひねったりすることもできます。じゃあこの後はいよいよ変形ギミックで遊んでっけど、ここから人型アーモレーターに変形させるんだけど、説明書とは逆の手順になります。説明書の戻し変形をご説明しましょう。じゃあまずはこのフロントカウルに見立てたシールド部分を取り外します。これ上に持ち上げると、まあ、こんな感じで腕に接続されていました。まあ、今右腕外したん で左腕側のロックも外す。でシールド後で使うと。でこのパーツを持ち上げるとこうやってスライドさせられるようになります。でこのカバーを外すと手首のボールジョイントがあります。でこの蓋閉めるとロックがかかります。でお好みのハンドパーツを取り付けられます。ただ後でお見せしますが、これは変形用の小さな手首っていうのも付属してまして、それを使えばこの部分の差し替えはやらなくて済みます。そしたら腕の接続部を横に90度展開で、この軸がスライドするようになってます。まあ、バギーの時はこっちの位置の方がいいかな。でさらにこの付け根の部分がスイングできるようになってます。こんな感じで今度は後ろ側脚部行きましょう。ここにロックがあるんですけど、こうやって外すとこの穴のところにこちらの突起が刺さっておりました。で膝関節をまっすぐ伸ばします。ここはちょっと固めのクリックが、これバギーの時にはだいたい90度ぐらい曲げてありました。で足首を引き出して、そしてつま先とかかとを展開します。この足の裏のバーニアの再現がセガのやつよりだいぶ進化してますよ。でこれで足はだいたい OK かな。続いてこのシート部分持ち上げて、でこの間から2つに割って、でここちょっと硬いんだけど横に広げます。この状態でさらに前に行って、ここのロック、これを外すことによって、まあ、前輪がフリーになります。この可動軸、ここで前持ってきて、で次にここの根元少し引っ張る、もう一回ちょっと引っ張って起こしてまた縮める。さらに前輪を股間を通すようにして後ろ側に持っていっておきます。で次がちょっと大変なんですけど、ここのロック2箇所、こことここ、このタンクのところを分割させるんですが、ここが非常にタイトです。まあ、自分のやり方としては一旦脚部をどかすんですけど、股関節に当たる部分の移動、まずは足全体を持ち上げて、
で股関節を横に倒す、こういう感じでちょっとこうねどけときます。これでちょっとすっきりしてるじゃないですか。でこの状態から上半身を下に倒していきます。そうするとロックがこうやって自然と外れていくん でこれで持ち上げる、まあ、こういうふうに分割したいんですね。これもう一回やってみようかな。これ取り付けてるときはこういう感じで合わさってるんですよ。でこれを無理やりロック外そうとしても結構動かなくって、まあ、安全な外し方が僕にはわからないです。なので、まあ、先ほどのように、まあ、ここの回転軸でこうやって自然に外した方がよろしいかと思います。じゃあ続き、先端を後ろに倒しといて、でレバーも畳んどこう。でこの後タンクを一旦持ち上げたいと思います。すると中にヘルメット入ってます。これを取り出したいので一旦この白いパーツ、これ後で肩のジョイントパーツになるんですけど、それを一旦持ち上げます。勝手にヘルメットが取れましたね。これ後で JJ にかぶせるんですけど、まあ、入り方としてはこんな感じで入っておりました。でヘルメット出したら今度はその空間にこのタンク部分全体を押し込んでいくんですが、ここからまた少し複雑なんですが、まあ、一旦中に入れといて、で上のコンソール部分を反対側に倒しときます。でこの軸、ここの回転軸使ってボディを動かしていくとタンクが見えてくるんですが、これこのまま行こうとしても当たっちゃうんですね。この場合は中のタンク、これをクランク状に前に移動させて、でここに合わせとく。この位置がタンクの正しい位置。そしたらモニターコンソールを中に押し込みつつボディをこうやって起こすと、そうするとここにコンソール部分が来てます、まあ、ここまで来たら一安心なんで脚部を元に戻していきます。こうやって股関節部分を移動させて、で次にさっき動かした白いパーツってやつ、これね肩のジョイントなんですが、これをこうやって伸ばして、で付け根の部分で90度立てます。この位置、反対側も同じように伸ばしたら90度回転、この位置にします。はい、中身はこんな感じになってます。まあ、今からここに JJ を乗せますからね。まあ、ポージングとしては、まあ、こんな感じのお座り姿勢にしてあります。この乗り方面白いよね。パワードスーツを着てるようなでも操縦してるような。乗せたら背中のアーマー持ち上げてさっきの肩のジョイントを接続、前輪部分の真ん中の穴、これを背中の突起に合わせるようにして持ち上げます。この位置で、さあこれで変形自体は完了。シールドのジョイントをこの位置にスライドさせて腕を挟むようにして接続します。あとは JJ にヘルメットを装着。これは一回頭部をバラすんですけれども、別にヘルメット装着用のこの前髪パーツっていうのがありまして、でこれを上からかぶせて、でここにさらにヘルメットをかぶせます。はい、これでヘルメットの装着が完了。完成。この形態をアーモレーターと言います。やっぱりプロポーションは当時のセガのやつと比べたらもう明らかにかっこよくなったね。しかもこの状態でねポージングができるんだから。JJ の足の位置は、まあ、これがデフォルトだと思うんですけれども、まあ、太ももの中に足を入れてる感じ。ただやっぱり股関節を動かした時に、まあ、なんとなく JJ の足が邪魔になりがちって感じで。
アーモレーター形態での交換用ハンドパーツ類。この小さい握り拳は、これは変形用の握り拳です。左右同じ形状のものがそれぞれついてます。で、変形用握り拳の場合はこういう感じで、取り付けたまま収納が可能です。手をつけたまま変形させたい方はこのパターンで。で、このハンドパーツは何用かっていうと、バギー形態の時に手だけ出した状態にすることができます。で、この状態で劇中一度車を押す場面がありまして、その時を再現するためのハンドパーツ、わざわざついております。あと、トライチャージャー用の銃ってのもついてました。銃持ち手に持たせることができます。ただ、どっちかというとトライチャージャーは素手で戦ってる印象の方が強いんですけどね。変形用の可動部をこうやって関節可動に流用することもできます。腕の関節可動こんな感じでよく動きますが、上腕のロールはこの部分で、さらに肘の下のところも回転します。シールドの接続部分はボールジョイントなので、こんな感じでグリグリと動かせます。正直こんな銃使ったことあったっけっていう記憶なんですが、どっちかというとライディングセプターっていうメカに装備していたキャノン砲を劇中で使った時があって、そっちが付属している方が良かったかなっていうのは贅沢か。その他付属品としまして、肩のジョイント部分の延長パーツ、こうやって間にかますことによって JJ 以外の 3.75 インチのフィギュアを乗せる時なんかに活用できるそうです。股関節を動かすときには、JJ の足が邪魔になっちゃうときもあるので、こんな感じで後ろに逃がしたりするときもあります。その股関節はボールジョイント可動、いろいろ干渉するものを避けたりしながら、工夫すればまあまあ動くんですが、でも開脚できるだけマシか。膝関節は変形でもお見せしましたが、ラチェット関節なので、ガチガチと動きます。なので、膝関節をこうやって後ろに曲げて、設定上の中間形態ニールドフォームにすることもできます。よく倒れるけど、これは劇中では出たんだっけ、出なかったんだっけ。今回の説明書にはこの形態の表記はありませんでした。足首は二重関節になってますね。で、下側はボールジョイント稼働します。だから回転とかも可能。そういえばディスプレイスタンド全然使ってなかったよ。簡単にお見せしておきましょう。アームの可動部はこちらもカチカチとクリックが入っておりまして、角度が固定しやすくなってたり、あとこうやって引っこ抜いて、で固定パーツを使うことによって延長状態で保持することもできます。バギー形態も人型形態も、いずれも浮かせて飾ったりすることができるようになってます。当時のセガの方のやつは、僕が以前撮影した動画を見ていただくということにして、とりあえずそちらに付属の JJ だけ出してきました。あ、やっぱり進化してるね。劇中とかセガのおもちゃの方だと、ヘルメットはボディとなんかケーブルみたいなのでつながってる感じだったんだけど、その辺は今回のアイテムでは省略されております。というわけで、今回はポーズプラスメタルシリーズから発売されましたトライチャージャー &JJ で遊んでみましたが、僕は可変バイクメカ好きっていう風に前も言ってたんですが、これもある意味その系統の一つかと思いますので、
やっぱり入手するのを楽しみにしていたんですが、一部変形がタイトかなって思えるところもあって、塗装剥がれなんかを心配しながらって感じでしたが、でもほんの一部分だけですけどね。変形システム的にもそんなにアレンジしすぎてないし、トライチャージャー欲しかったっていう人が、これじゃないっていうようなアイテムではないと思います。今後このジリオンのアイテムが、シリーズ化するような気はあんまりしないんですけど、でもアップルとかチャンプのフィギュアだけでもいいから別売りしてほしいな。やっぱり3人並べて立たせたいよね。なんてところで今日はこの辺にしときましょうか。皆さんからのまた楽しいコメントもお待ちしております。じゃあ次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。